1月26日水曜日、栗間中山町にある私立栗間小学校で縄跳び集会が開かれました。縄跳び集会は栗間小学校4年生22名が4月から毎朝取り組んでいる大縄跳びの成果を全校児童に発表しようとするもので、4年生の取り組みを通じて仲間への思いやりの心を養い、目標を達成した時の充実感を味わってもらうことを目的に行われました。この縄跳び集会は第3回の全校児童集会として開催されたもので、はじめに3学期の学級委員の任命式が行われ、白根大輔校長から児童代表に任命状が手渡されました。その後、白根校長から前回の児童集会でもお話ししましたが、何度も繰り返し復習をすることでいい習慣が身につきます、挨拶をしたり勉強したり生活の時間を守ったりすることも大切な習慣です、いい習慣を身につけるといいことが起こるということを今日4年生が縄跳びで見せてくれると思いますと話がありました。次に児童会からのお知らせとして、保健給食委員が給食の時の配膳のマナーや食事のマナーについてクイズと劇で分かりやすく説明し、その後集会生活委員が2月の目当ては6年生送る会を成功させようです、6年生に喜んでもらえるよう思い出に残る送る会にしましょうと1ヶ月の目標を発表しました。その後、児童全員が6つの縦割り班に分かれ大縄跳びに挑戦しました。縄跳びでは班長が中心になって低学年も楽しめる跳び方を工夫しながら取り組んでいました。次に4年生22名が舞台前に並び、私たちは仲間を思いやる力や仲間と助け合う力をつけて仲のいいクラスにしたいという思いと、全員で何かをやり遂げ達成感を味わいたいという思いから大縄跳びに挑戦することになりました。1年間で何回跳ぶか目標を決め、目標を達成して最高の喜びを味わい4年生を卒業したいと思いますので、皆さん応援してくださいと大縄跳びを始めたきっかけや縄跳びにかける思いなどを発表しました。その後、4年生の大縄跳びが披露されました。はじめは緊張した様子でしたが、大きな声で回数を数え、一人一人がアドバイスをし合いながら跳んでいました。また途中でこけてしまった友達に大丈夫と声をかける姿も見られ、4年生全員が励まし合いながら一つの目標に向け取り組んでいました。4年生が取り組んだ大縄跳びは8の字に跳んで3分で何回跳べるか挑戦するもので、この日最高記録が出されると児童たちは抱き合って喜び合い、他の児童や先生から大きな拍手が送られていました。